こんにちは、美容師の松健です。さあ、本日もやっていきましょう。本日のビフォアはこちらになります。ショートボブスタイルが伸びた感じになっておりますね。はい。アフターがこちらになります。襟足をしっかり刈り上げて、かっこいい感じのショートスタイルにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ビフォーアフターこんな感じになります。ビフォーはですね、やっぱ癖も出て、襟足と、一番長い部分がね、まとまらない感じになっているので、しっかり刈り上げつつやっていきます。それでは、やっていこう。はい、まずは、サイドの部分ですね。ここ2ブロックにしていきます。で、今回は、一応、短く切るんですけれども、伸びてきた時にね、刈り上げ、バリカンなどを使ってしまうと、伸びた時にこう手入れが面倒だということで、今回はちょっと長めに切って、そこの毛先をあえてバラバラにしつつ、伸びた時にあまりこうね、坊主が伸びた感じにならないように、今これセニング入れてますけれども、毛先をバラバラにして伸びた時も自然な感じになるように切っております。ここをね、バリカンだったり、普通のハサミで刈り上げてしまうと、ちょっとメンテナンスがね、めんどくさくなったり、浮きやすい人だったりすると、ちょっとこう、張り出してくるような感じで伸びてきてしまうので、あえてこの辺は曖昧な感じで、でもしっかり短くしていくような感じで切っていきました。はい、耳周りもスッキリさせて、このように毛先をギザギザにするためにセニングで切ります。なのでベースはちょっと長めにこんな感じですね、切ってますね。大体まあ2、3センチぐらいの長さで切っておいて、そこからすきばさみで毛先をね、バラバラにするようにしていっております。はい。はい、こんな感じですね。毛先のバラつきを出すためにセニングで刈り上げるような感じにしています。で、中の方を短くしまして、今度は上の長さを決めていきます。サイドから今度は切っていきましょう。はい。落ちるところをよく見て、耳をどれぐらい出すのか。今回は耳にややかかるぐらいのベースで切っていきたいと思います。そしてバックサイドにつながる流れを軽く今決めましたね。はい。サイドは耳の付け根から前下がりになるように切っていきますね。はい。前髪をちょっと長くしていっております。はい、こんな感じで前下がり作った後にこのバックサイドの流れをちょっと作ってあげるっていうのがポイントです。はい。で、前髪すべてフルレングス、全部前に持ってきて下ろします。はい。そして、目が隠れるぐらいの長さで先ほど作ったサイドのところにつなげていきます。今回は分けることもできるし、前髪を下ろすこともできるような長さにしていきたいと思っておるので、まあ、大体これぐらいの長さにしておりますね。はい。まあ、かき上げたりするにはこれぐらい長さが欲しいっていうところでもあります。そして切ったところにしっかりとレイヤーを入れていきますね。段を入れていきます。はい、ここを重くしてしまうと、上げたり下げたり、分け目をつけて分けたり、分け目なしで分けたり、いろんな、バリエーションがつきづらくなってしまうので、しっかりレイヤーを入れていっております。はい。で、この鉢植えのところ、しっかり角を落としていくように段を入れていっております。はい。で、前髪からの後ろの流れをしっかり作るために、今度は前にひねって、後ろに流れやすい段を入れていきますね。はい。ひねってますね。こう、後ろに流れるように、手前に引っ張って、クイッと手首を返して、後ろに流していっております。反対側も同じように、前に持ってきて、クイッと返して、後ろに流れやすい毛流れをカットで作っていってあげています。はい。まあ、癖もある方なので、その癖をうまく出すイメージで、鉢のところに重く残らないように毛流れを作っていきます。はい。そして今度は前髪サイドからの流れをそのまま全部後ろの方に持っていきます。はい。全部持ってきて、ポイントの位置、頭の丸みの位置を決めるために一気に切っていきます。この切り方は結構上級者向けの切り方で、手の上げ先を失敗してしまうと変な段が入ったり、すごく重く残りすぎてしまったりするので、慎重に取りながら頭の丸みの部分を後ろを決めていきますね。はい。はい、ある程度丸みの位置を確認しつつ切っていきます。はい、そして、下の部分、今作った丸みに対していらない部分を一気に刈り上げます。まあ、この刈り上げる、粗切りの刈り上げをするために先ほどの丸みの位置を大体決めるっていう作業をした感じですね。
ここをね、何の、ゴール地点も決めずにいきなり借り上げるっていうのはちょっと難しいので、そのために先ほどのね、大体のポイントの位置を決めて、そこに向かって一気に借り上げる。これは時短のテクニックになります。はい。はい、下からハサミを入れて、ハサミとコームを入れながら、しっかり削っていきます。頭の形をよく見せたい人だったり、首を長く見せたい時も、この一番下の部分はしっかり削ってあげるのがかなり大事になってくるポイントになりますね。はい。やはり前髪とサイドの長さに対して今後ろの下の部分が長すぎてしまうのでバランスが悪くて、このままだとやっぱり絶壁になりやすくなったり、後ろの後頭部の下の部分が重くなりすぎるイメージなので、しっかり削るためにも大胆にハサミを入れていく必要があると思います。完成形の頭の丸みの部分をしっかりイメージしていかないと時間がかかってしまうのかなと思います。そして後ろから改めてポイントをしっかり決めていきます。ある程度は作っているんですけども、はい、このようにしっかりポイントを決めながらグラデーションの角度で切っていきます。どれぐらいの位置を、丸みに持っていくのかっていうのはこの時にしっかり決めていきましょう。先ほどのあらかた切った部分があるのでイメージしやすくなっているのかな。今の部分ね、ここも削った方がいいなと思ったので今途中でも削っていっております。そして今度は耳裏から切り返す形、はい、この辺も後ろに流れるようにしやすくするために途中から切り方を変えていっておりますね。ここもでサイド、トップの流しやすくした段の位置から今度は後ろに向かってまた流れやすいようにそのさらに下の部分のつながりを作っていっております。はい、こんな感じでこう流れやすい部分に邪魔になってくるところを探しながら切る感じですね。はい、ここですね。はい、真後ろに立ってやや離れた位置から毛流れを確認しながら切っていっております。でそのまま反対サイドに移りながらちょっとこう離れた位置から見る感じですね。あまり顔の目の位置を近づけないようにしてお顔全体のパーツだったりシルエットに合わせて削っていくっていうのが大事だと思いますね。はい、途中でいらないなと思った下の部分も刈り上げてなくしていきます。で、今度は耳から後ろに切り返す形。後ろから見ると V の字になるようなスライスで切っていっております。はい、サイドからの流れを意識しながら、そしてポイントに持っていく。ポイントにつなげていく。そうすることによって毛流れが作られて、ブローするときにしっかり何も考えなくても髪の毛が行ってほしいところに行くようなイメージでやっていっております。で、上の位置、毛が落ちる位置を確認しながら、どこに毛が落ちるのかなっていうのを見ながら、そこでリフトアップして切っていきます。で、つむじがあるので上のところは気をつけていますね。シェーバーでさらなるいらない部分を削っていきます。頭のサイズ感をちっちゃくするために肌がどこの辺から見えた方がいいのかっていうのもここで確定していきます。かなり思い切って切ることによって前と後ろのバランスを整えていくイメージ、そしてさらにその隙間、今シェーバーで削ったところと刈り上げているところの隙間、さらに縮めていくためにまた刈り上げていきます。はい、そして一回乾かします。はい、乾いたところの膨らみ方を見てさらにいらない部分、形的にここに毛が溜まってくるのはしょうがないんですけれども、乾かすとやはりくせ毛さんだったりするとこういう膨らみが出てきますね。そこの毛が密集しているところをチョップカットで落としていきます。
あと後頭部の部分は長く残していますね。これはどれぐらいつむじによって乾いた時に浮いてくるかわからないので、乾いた時の浮き方だったり毛の生え方を見ながら後頭部の一番上の部分は削っていきます。この辺ですね。この角今落としました。ここですね。ここはわざと残して、意外に浮かなかったので、しっかり切っちゃっていいかなっていう感じで、落としていきました。はい、俯瞰で見つつ、角が出てるところありました。ここが、この角ですね。落とさないと丸く見えませんね。ここです。くせ毛の場合は、乾いたら浮いて、あまり形に影響が出ない時もあったり、逆に、形に影響が出ることもあるんですけども、いらない部分っていうのを一発で見極めて切る。もちろん濡れてる時に切れてるのが一番いいんですけれども、はい、今ので、だいたいベースカットが終わりまして、ここから隙に入っていきます。はい。で、しっかりベースカットが切れてるので、すいて癖が変な風に出るっていうことはまずない。プラス、隙によって、癖のコントロールもできるし、あとは毛がね、流れる方向だったり、流れて集まる場所を、隙間を上げてあげることによって、毛が暴走しない。結局、こう、癖が出て、毛が集まってくるところに、毛がたくさんぶつかり合ってしまうと、跳ねたりとか、外に出たり、収集がつかなくなったりするので、毛が収まる位置に収まるように、ちゃんと、隙間があるべきところにはあるっていう形を作ってあげるといいと思います。すくと広がるっていうのは、基本のベースカットが基本できてないっていうことなので、基本のベースカットが全て。で、ベースカットしっかりできてからは、こういうふうにね、しっかりすくべきところはすいても全然問題ありません。逆にベースカットしっかり切って、すかなかったらかなり重くなってしまって、お客様家で乾かすときに途中で諦めるぐらいこう毛の量が多くなっちゃうので、それよりは、乾かす気になるよね。乾かす気が起きる。あ、乾かしやすいだったりとか、あ、乾かすの簡単だな。早く乾く。みたいな毛の量にしてあげると、自分自身の髪に対してのテンションも上がるんで、髪を乾かす、ドライヤーをかけるっていうのが苦にならず、楽しくできるようになるっていう風にしていくのが大事かなと思います。セニング今入れてますけど、一応考えて、パサパサにならないように入れたりもしてます。で、この辺は根元が起きるように、風を当てた時に指通りが良くなる、指を入れた時に、すごい気持ち良くなるように立ち上げて、潰れるところを回避してますね。はい。なので、しっかり触りながら確認していきます。はい。カラーリングをいたしました。で、今回はね、先ほど、毛先が結構明るく退色してたところを、アッシュの濃い色でクールな感じに色を入れてきました。はい、そして乾かします。さっきまでは前髪分けるスタイルでやってたんですけども、最後の仕上げは分けないスタイルで乾かしました。どっちもできるよっていうところをちょっと見てもらうためにもそういう風にしております。ヘアカラーもね、ただのブラックではなくて、アッシュ、マット、濃いめの寒色系の色を入れております。はい、そうしまして、最後ちょっとアイロンで丸めていきます。ブローでも癖はそんなに出なくなってるんですけども、ちょっと丸みを出して束感を作ったスタイリングがしたいので、こういう感じですね。トップのところはちょっとうねうねっとして、若干、メンズっぽい感じのスタイリングにしようかなと思います。いろんなスタイリングができるっていうところを見せたいので、さっきのハンサムショートっぽい形から、ちょっと違った感じのスタイリングを最後はしました。はい。そして、モイバームですね。こちらつけていきます。バームなので、そんなにワックスほど硬くは仕上がりません。自然な感じで仕上がります。ただし、こういうふうに、かなりね、隙間が入ってスタイリングしやすいように切っているので、バームでもね、しっかりセットした感じが出るようになってるよっていうところをちょっと見せれたらなと思います。はい、メリハリをつけて切ったので、
スタイリングもしやすいと思います。はい、フィニッシュ。はい、いかがでしょうか。かなりね、頭の形もちっちゃくなって、髪の色も暗くなってしまった感じがして、かっこいいショートにもなったんじゃないかなと思います。はい、ビフォーアフター比べるとこんな感じ。全然印象が変わりますよね。これ、やっぱり仕上がりでハンサムショートみたいに前髪分けてももちろんいいんですけれども、今回はちょっとスタイリングでメンズっぽい、メンズライクな刈り上げショートにしてみました。もみ上げも自然になっているので、カリカリっとした部分も見えないので、女性でも安心の刈り上げショートスタイルになっております。はい、こんな感じで、ショートスタイルのカット動画をたくさん出しておりますので、皆さんぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントなんかもいただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。